ジョールウツ・ロリン・ジョセフ・ルーツ2月18日から2008年10月20日は、アメリカ合衆国アイオワ州出身の野球選手、監督。高校在学中の1941年に、セントルイス・ブラウンズと契約するが、高校卒業後海兵隊に入隊、南太平洋先生に従軍する。期間後の1946年、アマチュアフリーエージェントとして、ブラウンズと再契約する。 メジャーリーガーとしては1951年にブラウンズで14試合に出場したのみ、1968年から1969年まで南イリノイ大学でヘッドコーチを務めた。1972年にアリゾナ州でキャンプを張った広島東洋カープをクリーブランドインディアンスのコーチとして指導したことがきっかけとなり、1974年に打撃コーチとして訪日。 翌1975年、低迷にあえいでいたチームの再建を託され、日本球界初のメジャーリーグ出身監督として、広島監督に就任する。集団は、格好たる、指導方針を持って強烈なリーダーによって変わるということを身をもって示し、球界の革命児と呼ばれた。前年まで3年連続最下位だったチームの帽子の色を、 それまでの紺色から燃える闘志を表す赤色に変えた。広島の代名詞でもある赤ヘルの生みの親である。なお、当初はアンダーシャツやストッキングやユニフォームのロゴも赤に変更する予定であったが予算の関係で見送られ、それが実現するのは1977年からとなった。全力を出し切った発するプレーを求め消極的なプレーには容赦しなかった。 一方で選手を集めた最初のミーティングで、君たち一人、数との選手には、勝つことによって、広島という地域社会を活性化させる社会的使命があると力説。その対局的な考え方は、阿南淳郎、木下京さん、劉健一、藤井博といった各コーチや山本和義ら、選手たちに大きな影響を与えた。また、チーム編成においても一類一種だった。 キ笠義雄を三類種へコンバートしたほか、センターライン重要説を唱え、日本ハムから、当初、大下武史を獲得し、二類種として、首相を任せ精神的な支柱とした。主力投手の大型トレードも断行。計17人の選手を放出し、10人の選手を獲得した。大きな遺産としてメジャーでは、一般的だったスイッチヒッター転候を高橋義彦に指令した。 他に、投手ローテーションの確立、スポーツドリンクのベンチ常備、新類打のプラス査定は、ルーツが最初に導入したとも言われる。オフシーズンでのチーム改革の手腕から、シーズンでの戦いぶりが、大いに注目されたが、日米の野球の違いなどで審判とことあるごとに、衝突。佐柄木和史が登板していた百七十五年四月十七日の、対阪神タイガース戦で、 掛布ふまへの投球をボールと判定されたことに、激高し、審判に暴行、退場を命じられたが、それも拒否。審判団の要請を受けた、球団代表の重松義則が説得し、その場は引き下がったが、その日のダブルヘッダー第2試合を前に選手を集め、今後広島の指揮は取らないと言い残して、球場を後にした。その後球団が遺留に努めたが、契約で、 グラウンドでは全権を与えるとされていたのにもかかわらず、球団代表がグラウンドに出てきて説得を行ったのは権限侵害と主張。結局本位させることはできず、わずか15試合のみの指揮で監督を辞任した。監督通算成績は6勝8敗1引き分け、勝率429。ルーツが指揮権を放棄した4月27日ダブルヘッダー第2試合から、 野崎大一が監督代理を4試合務めた後、5月3日に小畑武がコーチから監督に昇格し、同年広島は、大下屋、絹笠、山本浩二、水谷実を、三村俊之、ゲールホープキンス、外、木場義郎、池谷孝二郎、近所をはじめやすし、佐伯らの大活躍で、球団創設25年目にして、悲願の初優勝を達成した。優勝を決めた日、 すでに帰国していたルーツは国際電話をかけ教え子たちの優勝を祝福したという。直後、ルーツは日本を再び訪れ優勝した広島ナインをねぎらった。なお、この訪問は対談会見で語った秋に優勝したら祝福に駆けつけるよというナインとの約束でもあった。ルーツは志の川で日本を去ったものの、その後、 広島は1986年までに5度のリーグ優勝、3度の日本一等黄金時代を迎えた。晩年は少年野球の指導に携わるなどしていたが、脳卒中と糖尿病を発症させて、その闘病生活が続いていた。2008年10月20日に死去、万83歳没。くしくも広島が本拠地として広島市民球場を使う最後の年に亡くなった。 ありがとうございます。